か私の中のイメージは福原美穂はずっと理想の声っていうか理想の歌い方があって、うん、そこをずっと追っかけてるイメージ、うん、だからそこに届いてない自分とのなんかせめぎ合いをしてるイメージです福原美穂は。うーん、そこにたどり着いたことはあるの？だから私の中でその3枚目ぐらいの時はおーって思ってたけど、多分彼女なりにもっとハードルが高いところを目指してたから、またそこで悩んで悩んで悩んでってなったのかなってなんか上手いからこそ見える世界があるのかなって。いや、あのさっきも美里ちゃん言ってたけど、はい、突き抜けた時あったもんね、はい、一回確実にね顔向けた時あったもんね、はい、もう一回被るとは思ってなかった。いいところも言っとこうかなと思うんだけど、東京の時は基本的には照明一切使ってなかった。ずっと明るいまま。で、全部暗くしてピンスポ一個だけっていうシーンはあったかもしれんけど、こうそれ以外の壁をこうカラーで照らすとかって一切なくて、本当にもうクラシックのコンサートっていう雰囲気でやってたんだけど、今日は結構いろんな照明を使ってて、まあ、割とシンプルやけど、それが結構いいなと思った。特に一番最初始まるときに全体が真っ暗になって、で、オーケストラの譜面台だけがさ、ポツポツポツっとこう照らされてる、あの雰囲気なんかちょっとすごい素敵じゃなかった。あれがいいなと思って、照明を使ってたのが。なんかあれ照明つけへんのみたいな感じの時は遅れてついたりとか、長かったタイミングちょっとおかしかった気がするね。確かにね。アメージング・グレースどうやった？あの、後半の頭、アカペラで歌ったやつ。いや、あの、良かったんですよ。良かったんです。良かった。深いな。いろんな人の話聞くもんやね。うん、そんなん全然か。俺はもうその時鼻息のことしかない。隣の人が鼻息って辛いよな。俺怖いよ。すごい良かった、うん、俺は良かったよ。あのどうしても俺無条件に味方になってしまう。いや経験があるので。フェスティバルホールに立った男としては、クワイヤーといえばね、ちょっと話はずれるんやけど、うん、あの諸刃の剣なところがあってさ、うん、あんだけ250人とか300人近いクワイヤーが参加すると、うん、客席がその家族で埋まるんです。だって200人かけるそれぞれが、3人、2人呼ぶだけでも600人でしょ、うん、で友達2人だったら1200人、うん、それだけで埋まっちゃうんだって、うん、ってことは福原美穂のことは全然知らんとかそんなに好きじゃないけれども、連れが出るから見に行こうっていう人がそんだけおるわけ、締めるわけよ、うん、これがね諸刃の剣、うん、だからやっぱりノリがやっぱ違うの、うん、観客の明らかに、まあ、例えば普通のホールツアーみたいなのに比べるとコール&レスポンスのレスポンスが全然返ってこないやんか、うん、ボリューム的に。で拍手も例えばこういう拍手からこう頭より上の拍手になる率が非常に低かったりとか、今日はあれなんちゃいます、まあ、今日はそうやけどな、うん、まあちょっとそのシンフォニックっていうのがあるからそうかもしれんけど、でも俺ずっとこういう客席の表情とか見とってんけど、そんなに笑顔率が低い。だから今日のライブを見終わってさ、見終わってはあもうよかった、もう今日のこの日の感動だけで1ヶ月生きていけるわっていう人が今日何割いたでしょうかっていうこと。ああ、確かにね。それは2割、帰り際にも聞こえてけへんかな、そういう感じが。そう、それはそのステージパフォーマンスの出来の問題もあるし、そもそも福原美穂のファンじゃない人も来てるっていうのもあるしね。で俺東京の時はあの一番前やったから観客全体の反応見れてないの。ああ、そういうこと。だからすごく良かったのかどうかは分からんけど、スタンディングオベーションはもっと反応が早かった気がする。東京の時これ多分東京の時俺自分の手がちぎれるかぐらい拍手したもん。手痛かったもん、拍手しすぎて。それはやっ
ぱ1、2曲も引きずってるっていう部分があるじゃないですか、うん、ある絶対ある、うん、やってくれたなと、うん、特にあの1曲目が本当にいやあのだってねあのベートーベン2曲目だっけ大工使ったのかな、で、あ、大工じゃないわ、運命ね、あのマッシュアップってほんまもっとやばいねんからマジで、うん、だからあの何だっけ、O2 なんちゃらオキシジェンみたいな曲 と、運命の曲を交互に繰り返すマッシュアップをしてたやんか、めっちゃチグハグやったけど本当もっとかっこいいし、で特に2曲目の頭の入り方、一番頭2曲目それか、2曲目の頭が全く合ってなかった入り方が福原の、明らかになんかオケとの合わせ不足やろうって感じたけど、めっちゃかっこいいから合ってたらほんまに、これ DVD とか出ないのかな、その東京のやつっていうかね、出てないよね、できない、撮ってはいる、今日撮ってなかったんじゃん、カメラ入ってなかったね、入ってなかった、東京のやつとか忘れちゃうね、で東京のやつは1曲だけかな、 YouTube にアップされてる、アメージングレスだけ、うん、だから基本的にはもうずっと引きのワンカメで撮ってる感じ、前も言ったけど東京の時はあのオーケストラの演奏だけの CD が欲しいぐらいすんごい良かったんってマジで、演奏がアレンジもすごい好きだし、箱はでもテストは俺初めてだから、うん、あ、初めてまあちょっとまた行きたいなとは思うかな、うん、フェスティバルホールめっちゃいいですよ響き、ね、うん、めっちゃいいですよ、だから問題ポップスやった時にどうかっちゅう、あ、私でも全然いいです、あ、ただ私が聞いてたの全部後ろの真ん中ぐらいだったからかもしれない、あ、だから、うん、新しくなってから、新しくなってから2回、今日覗いて2回やってますけど、あの彩香とかやいことかがバーっていっぱい、ラブレターだ、え、俺行ったよそれ、私1日目のやつ行きました、あ、俺2日目か、え、あれ2日間入ったっけ、2日間あったんです、はい、俺ボビーさんがチケット、はい、急に行けなくなって俺チケットもらって俺行ってん、あー、あれ結構良かったですよね、良かった良かった、めっちゃ良かった、めっちゃ良かったですそこで、はい、あのコーラスやってた花スプリングっていうところが、あ、はい、俺今あの子にハマってるめっちゃ家の近所とかでライブやってるからさ、あ、そうなんですか、めっちゃ楽しい、あ、それがマザーポップコーン、そう、あー、めっちゃうまい、いや、あの、アンソニーさんに聞きたいんですけど、うん、1曲目も東京と全く同じアレンジだったんですか、うん、アレンジって、そうで、今日1曲目何やった、1曲目、あのチェンジでしょ、一緒一緒で、どう、東京の時どう思ったんですか、めっめっちゃ良かった、じゃあやっぱ合ってないからなんですね、そう、あ、音響もあるよ、音響の問題もあるけど、はい、いやー、なんかあれもっともうそう、だから壮大な感じで聴きたかったのに、ずーっとオケってタン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 っていうリズムでやってたじゃないですか、うん、うん、そうかな、うん、特にサビの部分なんですけど、うん、サビの部分があのタン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 って切る感じの音にしてたんですよ、あのストリングスとか特に、だからなんかもっとこう壮大な感じで聴きたかった、アレンジが変わってるかどうかわからんけど、はい、全く同じではないような気もする、うん、けど大きくは変わってない、うん、うん、あ、タン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 っていうのも、あ、意味分かったわ、はい、1曲目だからなのかなって思ったんですけど、1曲目でも聴かせてもいいじゃんっていうあ、え、だからあれでしょ、そのバイオリンがさ、はい、こう、はい、こういうことでしょ、はい、でそれをこういうふうにしてもよかったんじゃないかっていうことでしょ、はい、で その曲、このチェンジって曲には、うん、私は福原美穂の声で歌うんだったら、別の人が歌ったら別かもしれないですけど、うん、福原美穂の声ではそっちの方が合ってる気がするんですよ、ただ今回は合ってなかった、その合ってなかったから、その期待を超えれなかったからそう思うだけなのかもしれないですけど、うん、多分そうだと思う、うちらもその、
前後方向で言ったらちょうど1階の真ん中ぐらい、真ん中よりちょっと前ぐらいかな、はい、でいいとこいいはずやねんけど、一番右端の方やったから、はい、当店7時閉店ですので、空いてるお皿ちょっと下げてもらえるし、はい、だから右端やったから右のスピーカーがすごい強調されすぎてたから、うん、音響的にはちょっと辛かったかな、うん、俺もう最近もライブに行くといつもそうやねんけど、このライブの感想を YouTube でどう喋ろうかなとかついて考えながら聞いてしまうのか後から思い出すのって結構難しいの。その時にパッと浮かんだ言葉が多分一番あれやと思うからね、うん、今日も俺タイトル決まったもん。何なんですか？あの動画のタイトルね、うん、福原美穂優秀の美飾れずとか、まあそんなこと考えても残念悔しい。あのファンブルけどさ、うん、もう大きくなって帰ってきてほしい、ね、なんかまた垢抜けて帰ってきてほしいですね。いやもうニューヨークで思われてくるんやと思われてきたらいいと思うけどね。へこむんちゃう、へこむんちゃう。いやそれでなんかこうそれでこうで皮むけるんちゃう。いやもちろんもちろん、うん、そうじゃない、もう多分日本のプロデューサーが無理なんちゃう、うん、プロデューサーの縁もある。もちろん。だって今日とかも、なんていうんですか、バラード系だとストリングスにすごい合ってる声の時はすごい、わあいいなって思います。うん、そう思った思った、うん。ただ、合わない曲になってきた瞬間に、おってなるから、そこが。だから今日さ、やっぱり全体的な、こうなんていうか、総合演出というかさ、まあ、監督的なさ、ものは、誰がやってんの？でも東京と一緒でしょ。いや、そうかな。いや、わからん、わからんよ。オーケストラのアレンジは、この曲とこの曲はこの人がやってるとか、この人とこの曲とこの曲はこの人がやってるとかあるらしい。知られたもん。まあ、でもちょっと、福原さんは今日のことを悔しく思ってほしいな。やっぱり反省会とかってすんのかな？映像とかずっと 見たりとかして。反省会という会はあるかどうかわかんないと思いますけど、うん、絶対自分で振り返ると思いますよ、うん、でも映像いや、なんちゃうか、ただ頭の中で振り返るだけじゃなくて、あの映像を見て絶対どっかで録画してるやんな、うん、で、ちゃんと音声も LINE から撮ってるはずやから、だってどのライブでも多分映像撮ってるはずです。そうやんな、うん、悔しく思ってほしいわ。俺も今日の悔しさ忘れてからね、ほんまに。あのちょっと興味があるのが、例えばこれが PA の真ん前の席で聞いたらどうだったんだろうっていう興味はちょっとありますよね。うん、いやそれはどんなコンサートでもそうやん。まあはい、ただそれはなんぼいい音でも、うん、オーケストラとずれてるのはもうどうしようもない。まあはい、まあ確かに俺その東京で見た時俺すんごい良かったけど、なんか後ろの方で聞いてた人は、なんかどっちやったかな、福原さんのボリュームかもしくはオーケストラのボリュームどっちかがすごく低くって全然伝わってこんかったっていう人もおった、うん、それやっぱりね、場所によって全然違っていくと思うけど、特にオーケストラなんて生音やから、うん、なおさら場所ってありますもんね、うん、もうなんか満足できへんことは何回も過去にあってさ、うん、慣れたかな、慣れた、確かに確かに、あの何ていうの、こうダメな子ほど可愛い的なでももうあのナンバーハッチを見せてくれたから僕は、そうやね、あれがあるからいつかあれと同じ感動がもしかしたらあるんじゃないかってどうしても期待してしまうところがある、うん、俺は僕はそのナンバーハッチと東京のオーケストラとの共演がもう最高やったから、それだけ思い出に生きていこうかちょっと待ってください、それ見てないですそれはさ、やっぱり縁よ、縁、縁、そりゃだってこんだけいっぱいコンサート行ってんねん、もそりゃいいライブに会う確率も増えるわな、その代わり全然ダメなライブもいっぱい見てるし、なんやばいよね、ずっと行ってるかもね、うん、あのクワトロの年末にクワトロでツアーがクワトロでしたっていうのを飛ばしたぐらいで、うん、あとはもう行き出してからずっと行ってんちゃうの、ボビーさんね、俺はクワトロ2回飛ばしてるから、あ、クワトロ2回飛ばしてる、あ、違う違う、1回行ってる、1回行ってる、で、それで嫌なの、嫌なって、
え、それ私行ったやつですよね、そうそう多分、うん、何時まで行ってた店？7時、7時半じゃなくて7時、7時終わってます。じゃあこんな感じで、はい、言いたいこと言ったわ、ほんまもう言い切りました。多分これコメント荒れるか多分あの私はほとんど削除しといてください。いや、するよ、乗っけるよ。削除しといてください。乗っける方だからな。削除しといてください。乗っける、乗っける。怖い怖い。いいとこはどんどん使っといてください。いいとこだ。いいとこ使っといてください。はい、多分辛辣なコメントもたくさんいただくと思いますが、どうぞご自由にコメント書いてください。それでは。最後、俺言うとこはなんでしょう。何を？福原美穂さん。あ、福原美穂さんに。ありがとうございました。お礼じゃないの？今日じゃなくてこの5年間、今までの5年間、どこに向かって言うな。おかしいよ、もうテレビのタレントやないねんから。見てへんよ、こんなん。ちゃうそれ本人は見えへんけど。あ、でもこれあのマネージャーとか見てる時あるの。へえ。それはもう僕はもう感謝です。感謝。あ、素晴らしい音楽を、素晴らしい音楽、いろんな勉強させてもらいましたよ、ね、やっぱりその愛するがゆえにこう裏切られた時の反動で憎しみが生まれるってあるやん。今そういう状態やから。でその代わりあの絶対忘れこの気持ちは。あの福原美穂に対しての期待値が高いからこうなっちゃうんですね。そうよ。そう、まあもうそうやね、はい、まあ、そう間違いない、そういうことですよ、はい、愛の裏返し、はい、うん、ということで、はい、必ず戻ってきてください。でっかくなって。それでは。